はい、今回は私の幸せな結婚のお話をしていこうかなと思います。現在第11話まで放送されました。おそらく第1期の方もおそらく次回かその次ぐらいでね終わりだと思うんですけれども、かなりクライマックス展開となっております。第1話から始まった私の幸せな結婚なんですけれども、原作をしっかり踏襲しながらもいろんな細かい表現で演出しているので非常にわかりやすくて、清香と美代のね心の動きだったりとかいうところが分かってきたりとか、後半から結構異能とかね、そういう薄葉の血だったりとかいろんなところ明かされていったんですけれども、今回第11話はその一番重要な回といっても過言ではないかなと思います。今回ももちろんねすごい気になる点だったりとか、この表現良かったなっていう部分があるんで、そこをピックアップしていこうかなと思います。ぜひ皆さんのねご意見だったりとか、ここも良かった、原作では分かりにくかったけどこういうところも良かったなどあればね、コメントでお待ちしております。いつもたくさんのコメントありがとうございます。動画制作の参考および励みになっております。では早速本題に入っていこうと思います。前回はですね、ミオがね薄化けのこう謎というか、ミオの母親がねミオ自身の異能を封じていたことが鶴木新からね明かされたんですけれども、めちゃくちゃ気になるところで終わりましたよね。そんな第11話母が残したものというタイトルもね毎回いいんですけれども、今回アバンがなかったですよね。アバンっていうのはオープニングの前のこう挿入で入る部分なんですけれども、だいたいこれ冒頭からオープニング始まるっていうねストーリーっていうのは、30分枠のアニメでいうとかなり濃い話になってくるんですけれども、まさにその通りかなと思います。重要回だったかなと思います。でここでね全てが明かされていきます。サイモリ家にこう嫁いでいったことだったりとか、なぜ封印されたのかについてね解説されていましたよね。鶴木を立て直すためにサイモリ家にミオの母親が送られたということとなっております。そしてミオのみが持つ夢見の異能となっているんですよね。そしてミオの誕生の描写とかもありましたね。ああいう こう出産の風景とか見るとすごいやっぱこう生まれてくるね生命の誕生ってところだったりとか、どういう経緯でこうお母さんが産んだのかっていう歴史が語られるっていうのは非常にこうねその行き指すってところがよくわかるので良かったなと思います。母親はミオに夢見の異能があることを察していたんですよね。でその力があまりにも驚異的なため、これ前回もね解説されていましたけれども、精神的な部類に入るので、相手の心に入ることによっていろんなことができる、本当ね利用される可能性が高いため、それを防ぐことで封印したことが明らかとなりました。で一方清香もね登場してくるんですけれども、前回鶴木との戦いでミオを奪われてしまいましたが、まずはこう異能騒ぎを片付けてからミオを迎えに行くぞってことになっていたんですけれども、群れとなる異形を討伐しております。そしてミオはね結界のおかげでミオの異能の暴走は落ち着いて体力はどんどん回復していくんですよね。でこの着物に着替える描写もすごい良かったなと思うんですけれども、桜の着物を着ていて、旦那様からね送ってもらった旦那様が選んだものをね着ていたんですけれども、それからこうミコみたいな姿に着替えるんですけれども、ミオとしてはこの環境自体すごいいいんですよね。体力もいいししっかり寝れるし、何もね不自由することはないけれども、清香とのつながり、思いってところ、伝えられなかった言葉っていうところが強く軸にあることによって、自分のこの葛藤するところですよね、良くなっていく姿、旦那様にとっても自分自身がこう進んでいくことに対しても葛藤ってところが非常にうまく表現されているんですよね。最初から拒否することもできたと思うんですけれども、自分に対してこの思いってところが着替えることによってもっと強くなるっていうところが表現されていたかなと思います。ミオの中にある清香の大きな存在、あの桜の着物がここでキーになるっていうのがすごいいいですよね。そして鶴木新太としてのサイドも良かったんですけれども、これ原作をね読んでいるといまいちこう掴みにくいというか、なんかすごい悪いキャラだなみたいな、ミオを奪おうとしているみたいな雰囲気があったと思うんですけれども、今回やっぱアニメの方ではすごいねやっぱ声優さんだったりとか表現の仕方によってこう自分の使命としてミオを守る、それが生きる意味となっているということを明かされていました。だからこそ鶴木新太はもっとねこう具体的な理由が後に語られるんですけれども、それだけではなくてミオ自身も自分と同じく空っぽな存在なんじゃないかなっていうことを思っていたんですけれども、そうではなくてミオの中には空っぽではなくて工藤清香と出会ったことによって自分の中にある大きなものがあることに気づくんですよね。こういうね細かい描写なんですけれども、ここをさらっとやることによって鶴木新太の見方が今後も変わってくるっていう感じです。そして清香はね護道を守ってね異能にやられてしまうんですよね。で前回の動画でも触れたんですけれども、薄葉吉郎いますよね。薄葉家の前当主となっていて、ミオと新太のおじいちゃんって感じです。結構小物感すごいなと思ったんですけども、今回むちゃくちゃキーとなっているキャラとなっていて、例えばこう頼るっていう言葉についてミオについて話しているんですけれども、これについて丸投げするのではなく分けることが頼るっていうことを言っているんですよね。これすごい深い言葉だなと思っていたんですけれども、まさにこうミオにとっては一番学びになるというか、自分がこう変わるきっかけになる言葉の一つかなと思います。結局ミオっていうのは頼ってしまってはダメということを自分の中で思っていて、丸投げしちゃダメと思っていたんですけども、分けるという選択肢があることを知ることによって清香にとっての思いっていうところもどんどんまたねこうすればよかったんじゃないかっていうところが生まれてくるきっかけを作ってくれたのがこのね吉郎なんですよね。
そしてこれらの経緯を踏まえて完全にミオの封印が解けます。でここでね、鶴木新が明らかにするんですけれども、帝とね取引をしてミオのこの夢見の異能っていうのは危険だからこそ秘匿をしてほしいということで取引をしていました。鶴木家ね、ちょっともっと頑張れよと思ったんですけれども、これはもう仕方ないというか使命というところにもつながってくるかなと思います。でここからすごい良かったなと思うのが、鶴木新の髪型変わりましたよね。頭をかき分けながら若干こうラフな感じになっていました。この表現っていうのは、鶴木新自身がこう使命とか、もしくは薄化家だったりとか鶴木家っていうところを縛られるのではなく、ミオに対してというか、ミオの思いに寄り添った上で、自分とは違う空っぽではない存在のミオに対して自分がね動いていきたいという意思が伝わる、そんなワンシーンだったかなと思います。もちろんこう言葉では表現されているんですけども、こういうところで若干こう絵として見せることによって心の動きってところがうまく表現されているかなと思います。そしてミオが清香の元へ行くんですけれども、ここでね桜の着物を着ているのもまたいいなと思いました。しっかりこう旦那様からもらった本当絆に近いものだと思うので、そこが表現されております。そして清香を助けるために夢見の異能を使えばということで、次回ですね。これ話の展開的には結構わかりやすくて、あこうなるんじゃないかな、この異能の力をね今使う時なんじゃないかなっていうのはね予想できたと思うんですけれども、ミオの心の動きだったりとか、鶴木新の変化だったりとか、薄化け自体も仕方がなかったにしても、自分たちができなかったことに対して後悔があるからこそ今ミオにそれを託すというねところが描かれていて、むちゃくちゃ良かったなと思います。ミオ自身もね、こう薄化けに行って、縛られるだけではなくて、いろんな変化を与えてくれるワンシーンが今回詰められていて、ただただ薄化けの血がこういうものだったという表現をするだけではなくて、心とのね、こうバランスだったりとか、そういうところがうまく表現されていて、ほんとこの30分枠をしっかりオープニングをね、頭に挟んでしっかり持ってくるってことは、綺麗にまとめられていて、非常に良かった回かなと思います。原作を読んでいてももちろんね、ほぼ一緒なんですけれども、この表現の仕方で、この新たな見方だったりとか、こう薄化けの見方っていうのが変わってくるね、非常に名エピソードだったんじゃないかなと思います。今回もねエンディングはなかったので、おそらく最後最終回、もう次回ぐらい最終回じゃないかなと思うんですけれども、クライマックス展開非常に期待したいかなと思います。はい、今回こちらね、私の幸せな脚本ワタコンの11話の方を振り返ってまいりました。アニメらしい表現毎回ねすごいいいなと思うところがあるので、ぜひ皆さんね気になった点だったりとか、原作読んでないけどこういうところ良かったなでもいいのでね、コメントお待ちしております。今回は以上になります。また見てやってください。さようなら。